しびれグラムサムですよ。お願いします。いやー、キンプルね。何キンプル見てますか？何キング&プリンスがね、やってる番組ですよ、キンプルっていう。キンプル、あ、なんか略してキンプルとかじゃなくて、めちゃイケ、めちゃめちゃイケてる、めちゃイケじゃなくて、キンプルって番組なの。キンプルっていう番組。へえー、これが、本当にすごい。本当にすげえんだ。これのね、あの今名物企画となってる、うん、イングリッシュクッキングっていうのがあるんだよ。イングリッシュクッキングだ。うん、で、これはまあキンプリのメンバーの岸くん、岸くんがこうレシピ、料理のレシピを英語で説明しながら、他のメンバー、残りのメンバー4人が二手に分かれて料理を作るっていう、うん、岸は英語が堪能なんだ。英語の発音はまあ別にできるけど、でもまああれはそのなんて出てくる単語って普段使わないじゃん、はいはい、例えば魚のサワラとか言わないじゃん、うん、英語にしたことないでしょ、うん、だから言えないのよ、はいはい、で言えないものをどう伝えるかっていう、そういうやつね。この企画が本当にすごいのよ。へー、だから英語禁止ボーリングとかってめちゃくちゃいい企画だったじゃん。めちゃめちゃいい、あの企画とかね、すごいすごいエッチだしね、あれ。いいよ、エッチかどうかはで、それの逆版で英語だけでやんなきゃいけないってことなんだけど。あ、で、エッチでもないってこと。エッチでもねえよ逆版エッチで、エッチでもねえよ、だから逆版だから。いや、そうじゃなくて、うん、これのね、だから柔軟な発想、その岸くんっていうキャラクターは、うん、結構ポンコツというか天然というか、そういう子なんだけど、はい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 、そう、だからこそ、なるほど、この言葉をどう伝えるかっていうのをめちゃくちゃ柔軟にやるの。へぇ、例えば、うん、生姜をすりおろすっていうことを伝えたかったの。はいはいはい、はい、工程で、はい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 。でも、生姜をすりおろすって言えないじゃん。まあむずいな、確かに。スライスでもないし、まあスライスじゃないよな。ジンジャーの後がなんて言えばいいだろうっていう、うん、それは岸くんは、うん、ジンジャーチクチクフロアシャトルランっつったのよチクチクって言うてんな。それだから、それペナルティーもらった。なるほど、それはそうだ、ね、本当は擬音とか言っちゃう。確かに。だけどジンジャーチクチクフロアシャトルランっつったの、ね、おろし金の上をジンジャーが行き来しろっていうのを伝えて、うん、でメンバーはそれを理解できたり理解できなかったりする。あー、なるほど。ただ料理がうまくいったりうまくいかなかったりするっていう企画なんだけど、はいはい、あともう一個は、じゃあ例えばポン酢をなんて説明したか。ポン酢、ポン酢、あれってそもそも何でできてんのやっけ。その醤油と酢。まあでもそうじゃない、ね、醤油とか、まあなんか砂糖系も入ってんのかな、あれ。もう、うん、考えるのがだるいから。なんだこいつただシャンパンコルクサウンドビネガーっつったの。あー、なるほど。だからポン、ポンをどう伝えるかっていうこと。この柔軟な発想が出てくるのはむちゃくちゃ面白いっす。みんなキンプル見よう